走り出す瞬間は日本の女性アイドルグループひらがなけやきのデビューアルバム。2018年6月20日にソニーレコーズから発売された。グループ単独でリリースする初の作品。本作の発売は2018年2月1日に日本武道館で開催されたひらがなけやき日本武道館 3DAs 公演で発表された。 当初発表されたアルバムの発売日は2018年5月23日だったが、制作上の都合により2018年6月20日に変更となった。本作は初回使用限定版タイプ A、タイプ B、通常版の3形態で発売。初回使用限定版のタイプ A には2018年1月30日から2月1日まで開催された。 ひらがなけやき日本武道館 3DAs 公演の3日目の公演の模様初回使用限定版のタイプ B には2017年にひらがなけやきが開催したひらがな全国ツアー2017の模様初回使用限定版共通でアルバムのリード曲期待していない自分のミュージックビデオを収録したブルーレイが付属する 2018年6月17日から23日までの期間限定でリリース記念ポスターが東京メトロ日比谷線六本木駅内で掲示され同月19日には関東近郊の CD ショップ46店舗への挨拶回りを実施した六本木ヒルズケヤ坂メンバーは白を基調とした新しい制服を着用アーティスト写真はグループ名の由来である六本木のケヤ坂で 撮影された。2021年7月2日付、オリコン週間アルバムランキングで、初週推定売り上げ15万4461枚を記録し、初登場1位を獲得した。2020年10月20日、NHK 総合、歌コンで、日向坂46名義のデビューアルバム、日向坂収録のアルバムリード曲、あざとかわいいとともに、テレビ初披露。 ユニット、リマちゃんチック本作品の発売を記念して、初のホールツアーである、ひらがなけやき、走り出す瞬間ツアー2018が元四重公演で、開催された、ファイナルの千葉公演は追加公演、車輪がきしむように君が泣くに関するカテゴリー、ありがとうございます。